この撮影するのがね、結構好評が良くて、さあ何し話そうかな。今日はもうすでに3本撮ってて、一つは長渕剛の悪口えらいことしてるんですよ。長渕剛と参政党の神谷総平っていうのが仲良くて、こいつらも2人とも極悪でやるということと、あと1本何撮ったかな、もうあと2本撮って、一つはその参政党の人が、僕にめちゃくちゃ悪口言ってるから謝罪のメールが来まして、 DM が、で実は神谷総平に脅されてましたっていうところで謝罪が来ました。でもう一個が、これあえて N さんと言いますけども、 N さんという大物ミュージシャンにですね、めちゃくちゃもう覚醒剤打たれかけて3回以上無理やり、まあ、エッチなことをされた方のビデオをそのまま僕のチャンネル流したというので、今日で4本目でさ、4本目なんか喋ろうかなと思いながら、浜ちゃんの話しましょうか。ダウンタウンの浜田さんね、もう浜ちゃん、まあ、あんたもアウトやわ、浜田アウトやね。ちょっとね、松本さんと一緒で浜田、さんのさ、浜田なんていうのかな、ま、ダウンタウンの下の名前、浜田正俊、やっぱりね、もうテレビには無関わ、あなたたち申し訳ないけど、もう YouTube おいで、まあ、おいでって言ったら僕なんか年下やから悪いけど、もう YouTube に来なきゃいけないっていうのは、やっぱりね、人のお尻とか叩いて痛いとかやってる人たちはもうテレビには向かないっていうことで、今その吉本興業の、プラスマイナスの岩橋君が、告発の X をねポストしたところ、まあ上司とか相方とか元奥さんとかの説得で、消したようですけども、まあ浜田さんの、まあ浜ちゃんの、まあ単独で使ってる制作会社の林っていう人に、もうなんか犬のご飯とかね食わされたりとか、あとなんかオイスターを、いわゆる牡蠣ね、牡蠣の殻を噛まされて歯が折れたとか、あと一番ひどかったのは意味もなくなんか殴られて、2発ぐらい思いっきり殴られて、まあ、それを見てたあの女優っていうかタレントのユウさんは、もうそれはあかんと、それはダメよと、もし訴えることがあったら私証言するからみたいなことを言ってたりとか、まあそれを殴られてる岩橋くんを見てですね、まあ浜田さんは横で笑ってるだけみたいなことがポストされたんだけども、どれもどうもそれを消してくれみたいな圧力がかかって、もうその圧力かけてるのがダメなのよ、吉本興業さんよ、それ調査追及しろよ、自分のところのタレントが殴られたってポスト書いてるのよ。まあ、岩橋君といえばその前にも自分の女の子を紹介した、これもはっきりと言ってないけど、はっきりと分かるようなこと言ってて、今田耕司に紹介してるようなの。で今田君がそれを連れてホテルに持ちこ、まあ、いわゆるホテルでエッチなことをして、それクソみたいなこと書いてるんだけど、で俺のところにはまた岩橋君の悪口もめっちゃ来てます。ちなみにで岩橋そんなこと言ってるけど私にもやってきたやんかあんたって言って、同じ吉本の女芸人からね、岩橋にも私はやられてるっていうのが来てるんで、岩橋も人のこと言えませんと言ってますけど、ただ岩橋がその先輩たちに女紹介してたりとか、やれる女紹介しろ、できへんやったら私がお前自身がやら、お前がやらせろ、お前がやらせろって、なんていうの、いわゆるお前が友達連れてこられへんかったらお前がやれみたいな、そういうようなことが平気で吉本興業内では行われてたっていう内部告発も来ています。だからこれね、もう浜ちゃんもそういう意味じゃ同罪で、知らんかとは言えないし、ちょっと浜ちゃんはまた別の意味でダメなんですよ。いわゆる暴力でしょ、あれ。画面で見てる暴力よりもカメラが回ってない時の暴力の方がひどいっていうことを岩橋君は言ってるわけで、それをまた事務所の力で、ツイッターを削除させた。でも岩橋君はそれが我慢できずにまた書き込んでるようなんですけど、まずは調査しないと。で、あの人を殴って面白いのは、正直俺も面白いと思うタイプの人間なんで否定はしません。確かになんかこいつ殴ったらおもろいなって言っていじめたりして、いじめを笑いにするっていうのは一つの、まあ、関西特有かもしれないけどあるんで、それを否定はしないけど、テレビはもうそれがダメなのよ。だからもうみんな YouTube 来て、おもろいから YouTube で裏話してや、
ね、そう YouTube で今回吉本と松ちゃんがどんな揉めたとか、浜ちゃんが過去にどんなことしてどっから賄賂とかもらってたのかとか YouTube で言ってほしいので、そうするとめっちゃ人気出るから。で何よりもその岩橋とかはこれ仕事なくなってんねんで、松ちゃんも浜ちゃんもあんたらはもういくらでもこれから仕事せんでも飯食えるけどね、これ道連れにしてる後輩芸人のこと考えてよ。そうするともうテレビに出ずにネットの世界にね、それは YouTube だけじゃなくて Netflix でもやれるだろうし、 Amazon プライムとかいくらでもプラットフォームあるから、そこは不倫 OK 乱交 OK だから、あなたたちの良さはもうあなたたちの醜いところを見たいのよ、俺も見たいから。だからテレビというものから離れて、要はね、吉本興業がこれもうちょっと深く言うと、吉本興業が政治家とつながりすぎなのよ、もうちょっと言うと行政とつながりすぎで、実は今吉本興業の仕事って、葛飾区でも、僕葛飾区議会議員の時にね、葛飾区も吉本興業に仕事発注してるんで、もちろんこれは大阪万博で今維新の会がね吉本興業にいっぱい仕事を回してる、もちろん吉本興業の会長だった大崎さんが今万博のね関係者として行ってることからも、もう吉本興業はそのなんか政治家との仕事が増えてしまって、まあこれまでのその汚い部分だって、吉本興業イコールヤクザちゃん、これ誰でも知ってるよ関西人は。横山靖さんと暴力なんか杯交わしてる映像って YouTube 出てくるでしょ。で一番知ってるのはやっぱり西川きよしさんですよ、元参議院議員の西川きよしさん、なんか言いましょうよ。西川のりおさんは言うてますよ、あとオール巨人さんね、真面目な人ですよ。これまでの吉本のことを知ってる抹茶よりも年上の西川きよしさんやオール巨人さん、まあできたらね僕の泉大津の先輩であるオール阪神さんとかも、今回の件についてこう抹茶よりも年上の人たちもちゃんと話してね、もう YouTube に行こうよ、もうこれテレビどうやっても無理だから、これテレビ局の人もめっちゃ困ってるし、何よりもスポンサーが困ってるから、もうね潔くやったら記者会見して、ね、こんなことしました、こんなことしましたって全部洗いざらい話しよう。それがあなたたち芸人はそれで仕事があるから、とにかくテレビにしがみついたり政治家からの、その国からっていうかな、行政からの仕事はもう諦めよう、もうどんなやったって無理だからね。ということで浜ちゃん、そろそろ出てきて喋りましょう。もうまっちゃんもこんな状況で、あ、もうまっちゃんは気が小さいのかな、浜ちゃんはできるでしょ、岩橋殴っとったでしょ、殴ってるところ、まあ、岩橋は直接殴ってないのか、殴ってるところを見て笑ってたんでしょ、そこについて弁明しよう。でもうもうミュージシャンも、さっきの N っていうミュージシャンもバレてきてるから、ガーシーの出演出現後からね、もう嘘をついたりとか隠し事ができない日本になってるので、ぜひねその辺は理解した上で今後の対策をしてほしいと思います。最後に、プラスマイナスの岩橋さん、岩橋くんでいいと思うんだけど、なんやったらいつも連絡してください、僕はあなたの味方です、僕しか岩橋くんを救うわけに救う人はいない。